アンサンブル。教室を出て連れてこられたのは、昨日の決闘でも使用した演習場だった。戦術学なんてまるで士官学校みたいな授業だけど、まあ学院自体がそういう性質でもあるからね。まあぶっちゃけ何やったっけね、戦術ってかなり大事だよな。初回はまずここで戦術を学ぶことの意義を知ってもらおうか。アンリエッタちゃんだったっけ、あれもなんかぶっちゃけ戦術へ、なんか遅れを取った要素も強いからな。戦術を学ぶ意義ですか。そう、大事。うん、これは君たちに限ったことじゃないんだけど、で例えばそのね、アンリエッタちゃんはさ、自分の力をなんかフルに発揮してね、倒せばいいって感じだったけど、初手の相手って何してくるかわからんから、当たり前だけどその相手の能力とか力量とかを知らなくちゃいけないっていうのがあるわけじゃないですか。けどそれをせずに、もうこれだけやれば大丈夫だろうみたいなどんぶり感情でやった結果、自分が魔力切れを起こしてね、負けたっていうことになったからさ、それも戦術じゃん。魔術師という生き物は魔術の鍛錬ばかりにかまけて、その扱い方をおろそかにしてしまいがちなのさ。戦う力はあっても戦い方がね、培ってなかったら、これはもうだって戦だからさ、戦い方ってのが大事だからさ、能力はどれだけ高かろうと、なんだろう、どんだけ強い選手が、例えばそうだな、大谷翔平一人おっても小学生9人の野球チームに多分勝てないんですよね。大谷だったら小学生は言い過ぎかだって大谷一人で全ポジション守るわけにいかんからさ、そういうレベルの話なんだよな多分。でもね、それだといつか立ち行かなくなる。だから遅かれ早かれ戦術が必要になるんだ。僕らが戦う相手は帝国軍にスプリガン、いつだって格上ばかりだからね。格上って、随分と謙虚なことだ。弱気とも取れる発言に眉を潜めたのはアンリエッタだけじゃない。ここにいる誰もが少なからず魔術を扱えることに誇りを持っているせいだろう。選ばれし血筋、受け継いできた伝統、そんなものを大事に抱えたやつばかりなのだから、当然といえば当然だ。俺にはそのどちらもありはしないんだが。まあまあ、とりあえずは聞いてほしい。敵と正面から戦ったとする。魔術は銃に勝るけど、戦車を前に蹂躙される。敵の装甲を貫けず、敵の砲弾と突撃は防ぎきれない。残念ながらそういうものだ。私は全然余裕だけどね。横から出てきて話の腰を折らないでよ。でも本当だし。分かってる分かってる、だからおとなしくしててね。はーい。もうこの瞬間に俺メルのこと嫌いになりそうよメルの言ってることは本当だけど、なら花嫁に全部任せるなんてわけにもいかない。それにスプリガンだって、まあある意味戦車みたいなものかもしれない。人を襲う妖精スプリガン、種類こそ様々だが、あれは一種の災害のようなものだ。人とは比べる、べくもない脅威。その点で両者に大した差はないと言っていい。僕らは力じゃかなわない、だからここを使うんだ。自分の頭をトントンと叩いてみせる。気取った仕草が様になる人だ。勇敢さや不屈の精神だって大事だけど、磨き抜いた知恵ほどじゃない。今日のところはそれをよく理解してもらいたい。そういうわけで、リア、ちょっと手伝ってくれるかい。え、私ですか。ああ、僕と君で。何する気。
いやいや別にそんな。だからこういうのがちょっと嫌いなんだよなおじさん。それさ、あたしとじゃダメなの？そうだな。お前とはできない。そんなひどい。あ、泣いちゃった。先生、待った待った、おかしいって。この流れなんだかちょっとおかしいってば。なんかボケる流れじゃなかったけど、ボケが入るっていうのは仕方ないのよ絶対に。で、リアと何したいっていうのさ。あ、嘘泣きだったんだ。意外としたたかだな。緊張と緩和って大事だからな。模擬戦、ただの模擬戦だから。な、そんなの無理に決まってます。おお、いいね。花嫁 VS 普通の人間だから、圧倒的力の前にっていうのをデモンストレーションしたいわけだから。格上が相手じゃないと意味がないからね。でも危険すぎます。ねえねえ、それってやっぱりあたしとじゃダメなの？手抜くしな。だからお前は俺のことを攻撃できないでしょうが。あ、なるほど。ああ、それもそっか。じゃあ仕方ないね。そういうこと。そういうものなのか。さらりと聞いたことのない話が飛び出していた。ああ、そっか、そうだね。そうなんだ。私たちは自分の担い手のことを傷つけられない。スレンのこと冗談でも叩いたりできないと思う。昨夜のリアの話にはなかったが。なるほど、花嫁にはそんな制約もあるのか。別に隠してたわけじゃないからね。大丈夫、わかってるさ。リアも今の話を聞いて思い出したんだろう。しかしこいつはまた興味深い話だ。ふむ。試しにリアの頬をつついてみる。いきなり何？どうしたの？は。今度は額を指で軽くこづいてみた。あ、なるほど。こっちからだと問題ないみたいだな。あくまで花嫁が担い手を傷つけられないだけ。担い手から花嫁となると制約はないらしい。いきなり試さないでよ。悪い、気になったら止まれなくてな。もう。あー、スレンだったかな。お楽しみ中に悪いね。君の花嫁を少しだけ借りたいんだ。どうだい？リア本人にではなく俺に聞くのか。そこはなんだか少々気に食わないが。俺はやってみてもいいと思うんだが、どうだ？でも。まあ待てって。落ち着いて考えてもみてくれ。俺はお前の担い手としてもっとお前のことを知る必要がある。お前自身も自分のことが曖昧だったりするわけだろう。うん。なら俺たちにとってはうってつけの機会だと思わないか。いいね、スレン、話が早くて助かる。それにだ、向こうの心配はしなくても平気だろうよ。クライブ先生、クライブ・バークレイ、その名は俺でも知っている。ルシエラ先生と同じく10年前から今に至るまで担い手を務め続けてきた傑物だ。当然花嫁について誰よりも熟知しているはず。そんな彼が自分から言い出したことなのだから、何か考えがあるに決まっている。はあ、スレンってば、口車に乗せるのが上手。でも乗って悪い話じゃないだろ。わかった、わかりました。いや悪いね、助かるよ。人と戦うなんて本当は気が進まないけど。
そんなに心配しなくても大丈夫だって。メル、ほら今はまだ力をうまく引き出せないでしょ。だったら思いっきりやっちゃっても平気だから。そういうこと。僕だってそう簡単に死んだりしないから。これでも一応聖教会の英雄らしいんでね。途端に彼が身にまとう空気が一変した。チリチリと背筋に焼けつくような感覚が走る。リア、大丈夫、ちゃんと分かってる。つい今しがたまでは気乗りしなかったリアも急に声が固くなっていた。おそらくは俺と同じものを感じ取ったのだ。クライブ先生、行ってご指南をお願いします。準備をするという二人を残して俺たちは周囲の小高い座席に移動する。まさかこの目でブライドの戦いを見られる日が来るだなんてね。リアさん、大丈夫でしょうか。普通なら相手の心配をするべきところなんだがな。先ほど見せた不敵な様子に加えてただならぬ気配だ。どんな戦いになるのやら想像もつかない。にしてもいきなりすぎるよね。いつ言ってもいきなりだろ。だってこんな状況じゃ。ありゃ驚かせちゃった。ごめんごめん。慌てて振り向くと間近に花嫁が立っていた。スレンだっけ。リアの新しい担い手だよね。ああ。気さくに話しかけてきたかと思うと屈託のない笑顔をぐいぐいと寄せてくる。と思いきや途端に怪訝そうな顔になった。なんだなんだろうね。いや、俺に聞かれても困るな。それもそっか。それでリアとはうまくやれてるの？ああ、それで話しかけてきたのか。あいつのこと心配してくれてるんだな。当たり前でしょ。で、どうなの？そうだな。なんとなく自分で評価すべきことではないような。そう思ってフィーネたちを見る。案の定、フィーネはすぐに俺の意を汲んでくれた。スレンはとってもうまくやれてると思うわよ。はい、仲良し新婚夫婦でした。だそうだ。うん、そっかそっか、ならよかった。ありがとな、メル。リアのことを心配してくれてたんだ。礼くらい言わせてくれ。あ、うん。で、そうじゃなくて。なるほど。このメルってのはあれなんだ、お調子者ポジションになるんだ。おお。なるほどね。じゃあもう一人は真面目ちゃんか。多分もう一人の花嫁は真面目ちゃんだな。多分真面目、超のつくほど真面目ちゃんだな。あのツッコミ役というか。感情が目まぐるしくて見ていて、世話しないな。そのさ、スレンのことも心配なんだよ。俺？リアの担い手ってね、
すごく大変だから。おう、はあ、それはどういう意味だろうか。あれこれ話すより実際に体験する方が早いかな。始まりそうです。ということはあれか、魔力消費ってことか。おっと、それじゃあお仕事しなきゃ。なんだ、遊びに来たんじゃなかったのか。こらこら、私のことなんだと思ってるのさ。神秘を自分から脱ぎ捨ててる変な妖精だなぁと。そっか、そんな感じね。あ、すまん、言い過ぎた。待って、神妙な感じで言わないで、冗談っぽく流せなくなるから。で、仕事ってのは何なんだ。ねえフィーネ、この人すごく自分勝手だよ。どっちもどっちだと思うわよ。せやで。あれ、そう、そっか。で、何するんだ。もしこっちに攻撃が飛んできたときは、私がみんなを守ってあげるの。それは。なるほど、俺たちなんかじゃ防げないってわけか。これから戦うのはあの花嫁なのだから。ま、そんなことにはならないはずだけどね。うん。そんなことより、スレンもここは頑張り時だよ。俺も。それはどういう。それじゃあ始めるから、みんなよく見ておいてくれ。いよいよね。